カノン、合格おめでとう。本当にすごいよ。ありがとう。ケンタと同じ大学行きたかった。ごめんな、俺が横浜国立大学を落ちたばっかりに。ううん、ケイタは頑張ったよ。夏のあの状態から考えたら本当によく伸びたと思う。ありがとう。自分でもそこは褒めてあげたいわ。まさか青山学院が滑り止めになるとは。うん、十分すごいよ。大学は別々になるけど、ケイタとは定期的に会いたいな。もちろん、カノンこそ見捨てないでくれよ。見捨てるわけないじゃん。こんな最高な彼氏いないよ。俺もこんな最高な彼女いないと思う。今日は本当におめでとう。うん、パパとママがお祝いしてくれる。いい家族だな。うん。翌日、ケイタ、受験お疲れ様。カノンから聞いたけど、横浜国立大学落ちたらしいな。ああ、そうなんだよ。ずっと頑張ってるの見てたから俺もショックだよ。3人で同じ大学行けると思ってたのに。え、3人でって？まあ、俺も横浜国立大学行くんだよ。え、そうだったのか。みなとはもっとレベル高かったんじゃ。いやいや、買いかぶりすぎだよ。俺はこの程度の大学しか無理だよ。ああ、悪い。ケイタは落ちたもんな。悪気はないから許してくれ。あ、うん。カノンのことは任せてくれ。どういう意味？うん、別に深い意味はないよ。同じ大学に通うからって意味だけ。そうか。10分後。カノン、港から何か来てる？え、何かって？同じ大学に決まったらしいけど。あ、そうそう。港も横浜なんだよ。対策とかもしてくれたから本当に助かった。連絡取ってたのか？連絡は取ってないよ。自習室でたまに喋る程度。なるほど。あいつ多分カノンのこと狙ってる。え？俺に宣戦布告みたいなのしてきたんだ。それはないと思う。なんで？だって私はケイトの彼女だよ。それはそうだけど。それにミナトも彼女いるっぽいよ。そうなのか？うん、だから心配ないよ。そっか。1ヶ月後。カノン、入学おめでとう。キャンパスはどうだった？ケイタも入学おめでとう。なんかいい人たち多かった。もう友達できたの？うん、学籍番号近い人とかでお昼ご飯食べた。さすがだな、カノンは。ケイタは友達できた？友達っていうよりサークルの勧誘がやばいな。え、どんなサークル？イベント系のサークル。俺もよくわかんないわ。浮気とかしないでね。しないよ。カノン裏切ったりなんかしない。嬉しい。あ、一人暮らしの件どうなった？やっぱり反対された。そっか。まあ両親としては心配だもんな。それもあるし、うちはお金持ちじゃないからね。なるほど。ケイタは一人暮らしするの？いや、俺も通える範囲だからな。そっか、お互い実家暮らしたね。そうだな。どっちかの家に行ったりとかはまだできなさそうだな。うん。それより、あいつはどう？あいつ？ミナトだよ。変なことされてないか？心配しすぎだよ。別に何の連絡もないよ。そっか、ならよかった。ケイタが思うほど悪い人じゃないよ。そうかもな。ごめん。翌日。ケイタくん、うちのサークル入らない？すみません、どなたですか？え、忘れたの？私だよ。ほら、イベサーの。ああ、ヒマンチとかいうサークルですか？そうそう。マジで青学で一番楽しいサークルだから絶対入ってね。考えておきます。それ絶対入んないやつ。マジでお願い。彼女とかもすぐできるし。あ、すみません、彼女はいるので。え、いるの？早くない？早いというか、高校の同級生です。あ、そっちパターンね。同じ大学？いや、別です。どこ通ってんの？横浜国立大学です。賢い。そうなんです。僕もそこ狙ってたんですけど。ああ、なるほどね。じゃあ警戒しないとね。警戒？どういうことですか？いや、そのパターンってさ、9割くらいの確率で別れるから。え、そうなんですか？うん、私はよく見てきたもん。そういうこと言わないでください。悪い気にさせたらごめん。でも実際ある問題だからね。それはそうですけど。まあ、なんか悩み事があったらすぐに私に連絡してきて。ああ、それと新刊のサークルよろしくね。行きません。ええー、2週間後。発売と終わった。
お疲れ。そっか、今日からか。うん、駅前のカフェだからずっと忙しいみたい。そっか、でもそっちの方がやりがいある？うん。俺もそこで働こうかな。え？バイト探してる途中だからさ、カナンと会えるし、どうかな？どうだろう？え、嫌な感じ？ちょっと店長に聞いてみる。オッケー。私の面接の時に最後の採用って言ってたから、枠が余ってないかも。マジか。うん、でも一応聞いてみるね。うん、ありがとう。翌日。カノンって本当に可愛いし、物覚えいいよな。マジですごいと思う。ん、何のこと？昨日一緒のシフトだったんだよ。え、駅前のカフェってお前も働いてんのか？まあそうだよ。っていうか、俺がカノンを紹介した。は？バイト先探してたから紹介してやったんだよ。他のバイトより時給高いからな。一分後。カノン、今電話行ける？ごめん、電車。バイトのことだけどさ、港と同じなのか？あ、うん、そうなの。紹介してもらったの。なんで黙ってた？え？港に関わるなって言ったよな。なんであいつと同じバイト先にするんだよ。なんでそんなに敵視してるの？港はいい人だよ。このお店ってね、親会社が港のお父さんのところなの。は？だから何？他のバイトの子には内緒だけど、私だけ時給高くもらってるの。こんな好条件他にないよね。だから働いてるの。だとしても、なんで黙ってたんだよ。だって反対するでしょ。当たり前だろ。なんでなの？港と仲良くしてほしくないから。だからって私のバイト先まで制限かけられなきゃダメなの？え、なんでカノンが怒ってるの？怒ってないよ。ただ納得できないだけ。だから怒ってんだろ。隠し事してたのに怒るの？さすがにそれはないだろ。言おうとはしてたよ。それは俺が聞いたからだろ。言えない雰囲気にしてたのはどっち？言えないようなことしてた方が悪いだろ。バイト先に同級生がいて悪いの？彼氏が関わるなって言ってんだから、それ守る必要はあるだろ。何も変なことしてないのにさ、浮気したみたいな言い方しないで。疑われてる時点でダメだろ。それに向こうはその気がある。だから警戒しろって言ってんの。そんなことないって言ってるでしょ。港はただの同級生だよ。それはカノンの意見だろ。港はそうは思ってない。これ見ろよ。こんなこと言ってんだぞ。別に普通じゃない？てか個人ラインを他人に送信する方が問題あると思うけど。どっちの味方なんだよ。今はケイタの味方にはなれないよ。今は？最近ずっとそうだろ。もういい。今は声も聞きたくない。翌日。なんか嫌なことあった？え、いや、さっきすれ違った時に声かけようとしたけど表情終わってたからやめたよ。なんかあったの？まあ、ありましたね。彼女のこと？はい、そうですね。話聞こうか？いえ、大丈夫です。話した方が楽になるよ。今どの教室にいる？いえ、本当に大丈夫ですから。13時に食堂来て。昼ご飯おごってあげるし、そこで話聞いてあげるから。数時間後。ねねさん、ごちそうさまでした。あとは話聞いてくれて本当にありがとうございました。確かにねねさんの言う通り、カノンのこともっと信頼すべきでした。今から LINE して謝ります。お疲れ。話してくれてありがとう。うん、でも謝罪は LINE じゃなくて直接言ってあげたら？その方がいいですか？文章だけだと誤解生まれるしね。わかりました。時間だけ空けてもらってこっちから謝罪します。うん、頑張れ。あ、サークル入る気になった？それは遠慮しておきます。1時間後。カノン、昨日はごめん。俺が子供すぎた。今日って時間あるかな？俺、直接謝りたいんだ。翌朝。ごめん、ケイタ。携帯壊れてた。私の方こそごめん。直接謝罪なんていいよ。よかった、カノン。無視されてたかと思った。そんなことしないよ。今日時間ある？土曜日だから大学ないよな。ごめん、友達と遊ぶ約束ある。そっか。じゃあ、明日は？今バタバタしてるから、また後で連絡していい？ああ。ごめんね。1時間後。ごちそうさまでした。は？彼氏だから、わかると思うけど、画像はカノンだよ。可愛い子の寝顔って、なんでこんなに可愛いんだろうな。もちろん、この後やることやったよ。いやー、
お前マジでバカだろ。こんな可愛い彼女いて1ヶ月もエッチしないなんてな。まあおかげで俺ができたんだからな。マジで同じ大学にしてよかったわ。この日を俺がどれだけ待ってたか。な、今どんな気持ち？教えてくれよ。大学落ちて彼女も寝取られたって一体どんな気持ちになるんだ？